続いてのトピックスは4月10日にこちらの千駄木2丁目会館で行われた第8回千駄木のこぎり音楽コンサートの話題をお送りします。まずは東京のこ音クラブ会長の木本さんにお話を伺いたいと思います。木本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ではまずこののこぎり音楽とはどういったものなんでしょうか。のこぎり音楽は、日本ののこぎりではなく西洋のこぎりで、演奏しますんです。で、西洋のこぎりは下が太くて先が細いんですよ。そうすると、曲げるぐらいによって音階が出てきまして、それで、メロディーを弾いて音楽にするというノコギリとは思えないような音が出せますので、そこが一番の魅力です。今回東京ノコ音クラブさん主催ということなんですが、はい、どういった団体なんでしょうか。ノコギリをこよなく愛する人たちが集まりまして、情報交換が主な目的ですけども、家で練習した曲を皆さんにご披露して、やっぱり皆さんのお伺いを立てて、それでこうした方が弾き方がいいということがあれば直していくとか、切磋琢磨して、のこぎり音楽の技術の向上を目指している会なんですけどね。音楽を通じてこう皆さんコミュニケーションを取れるということですね。それではのこぎり音楽コンサートご覧ください。初めて聞くノコギリ音楽だったんですが、なんとも不思議な心地よい優しい音色に思わず聞き入ってしまいました。以上、第8回千駄木ノコギリ音楽コンサートの様子をお届けしました。